こんにちは、皆さん。今日はリクエストに応えて、ピンナップガールのヘアとメイクアップのトゥートリアルをしました。ハロウィンにももってこいなので、気になった方は最後までぜひ見ててください。今日使うのは何でもいいので、大きめのスカーフ、髪が巻けるぐらいの大きめのスカーフと、あと、こういうコームと、ボビピン、ヘアピンに、ヘアスプレー。何でもいいからヘアスプレーとあとコテです。で、多分何センチのコテですかって聞かれると思うんだけど、わかりません細身のやつです。細身のやつ OK。 で、もうこれ温まってるから、じゃあやっていきますよ。私の髪の毛はずっとね、頭半分刈り上げてたから、下がこれだけ短くって上がこれだけ長いんですよ。トロールみたい。そう、だからこういった髪にできるピンナップのヘアスタイルをやっていきますね。なのでスカーフを今日は使うんですけど、まず前髪を、そうだね、私結構前髪長いから、適当に適当にこんぐらい、こんぐらい取りますかな。前髪がポイントになってくるから結構多めに取ってください。とりあえず今後ろの毛は全部止めてあります。邪魔にならないように、使わないからね。で、そしたらこれだけ今前髪取ってありますよね。これがポイントになってきますよ。そしたらまず適当にね、4つか3つぐらいに分けて巻いてきます。この巻く作業は、この後逆立てるんだけど、髪の毛を。その逆立ちをしやすいように巻きます。こんな感じで適当に巻きましたよね。はい、そしたら今適当に4つぐらいに分けて巻いたんだけど、これ細かく分けた方がいいかも。だから4つから5個ぐらいに分けて、で巻く。で、こんな感じになりました。そしたらこれから逆立てていきますよ。この逆立てたら髪が痛むと思っている方、痛みますよ。でもボリュームを作りたい、あの前髪のボリュームを作りたいんであれば、逆立てないとやっぱダメですね。こんな感じ、はい、今こんな感じで逆立てましたよ。そうしたらこれからこのカールを作っていきますね。このコームを使って、さっき逆立てたコームを使って、ちょっとここをちょっとこう鳴らしていくというか。今鳴らしてるんだけど、櫛を奥まで入れて溶かさないように。そうすると、逆立てたのが壊れちゃうから、ほんとその先だけを上手に使って、この表面の部分、を鳴らしてます。
OK。 したらこの下の方あるでしょ、ここは結構肛門全体的に使って溶かしてあげます。こういう感じ。 OK。 そしたら、このくるっていうのを作っていきますよ。で、このカールができたところにピンを留めます。そしたら、このここを全部もうスプレーで固めちゃいますね。動くの？プルプルして。あんまりピンで留め固めたくないんだけど、まあちょっと仕方ないね。私前髪が結構短い毛があるので、前にね前髪切っちゃったのね。だからもうちょっとこう固める感じになっちゃったけど、はい、これで前髪完成です。そしたら後ろは、私の髪の毛短いからサイドが短いし、上に持ってって巻いたりとかもすごい可愛いと思うんだけど、あとこう下の方をさくるくるっと同じようにしたりとか、あもうこのまま下ろしてカール、下をカールしてお花を留めたりとかするのもすごい可愛いと思うんだけど、私の髪はあの短いので、あのこのスカーフで隠しちゃいます。今髪こういう感じで留めました。応急処置みたいな。で、そうしたらスカーフ巻いていきますね。ここでリボン作って OK で止めます。スカーフを。で、この残ったところはそのスカーフの内側に隠しますね。したらこのリボンのところちょっと広げてあげて、OK、で髪ちょっと整えて、はい、これで髪の完成です。そしたら顔いきましょう。眉毛のチュートリアルをビデオで撮ったんだけど、なぜか撮れてなかったので、なるべく細身で、強めにカーブな眉毛を描いてください、ピンナップは。そうしたら新しく買ったこのロラックプロパレット3から、ピンクの
マットなアイシャドウを選んで、クリスの上にいつも通り乗せてます。このアイシャドウパレットのレビューはこの後のビデオでやってるので、気になった方はぜひチェックしてくださいね。そうしたら次にマットなソフトブラウンカラーを同じブラシで取って、先ほど乗せたカラーの、3分の1ぐらい乗せていきます。で、2つ目の、グラデーションを作っていきますね。中間のグラデーションです。で、そしたら次に、フラットなアイシャドウブラシでこのホワイトカラーを取って、まぶたの内側にこういった感じでパッキングしていきます。今日はソフトカットクリースみたいな感じで作っていきますよ。それで同じカラーを眉ボーンにも乗せて、このピンアップでとても印象的なウィングアイライナーを描いていきます。今回は結構長めで上がり目な感じで描きました。次に、濃いブラウンカラーを取って締め色をのせていきます。同じブラシで取ってますね。これで、2番目にのせたアイシャドウのところと、あと先ほどのアイライナーの上のところにこうちょっとこう彫り深く入れていきます。3分の1ぐらいかな。そしたらふわふわのブレンディングブラシで一番初めのクリスカラーを取って、全体的に混ぜていきますね。それで、3回目に入れた締め色のアイシャドウをのせた時にアイライナーが薄くなったと思ったんで色を足しました。で、つけまつげをつけていきます。アイライナーがとても印象的なメイクアップなので、アイライナーをきれいにこうウィングヒュッっていう感じにするためにコンシーラーで下の方をお掃除してます。これは、ちょっとアイライナーを失敗しちゃったなっていう時とかも使えるテクニックなので、まあ気になった方ぜひやってみてください。ここでお掃除することによってもうすごい綺麗なラインを作ることができるし、まあ左右対称にしたりとかすることも可能ですね。で、そしたらマスカラでマッチまつげとつけまつげの根元にマスカラをつけていきます。で、アイメイクこんな感じですね。アイライナーすごい長いですよね。上がってるし。可愛いでしょ？こんな感じです。はい。そしたらファンデーションはもう終わってるので、NARS のクリーミーコンシーラーでハイライトコンシールをいつも通りしていきます。プレストファンデーションをふわふわのフェイスブラシで取って、先ほどハイライトコンシールをしたところとか、まあ、崩れてほしくないところとか、崩れやすいところですね。そこに、粉をのせていきます。次にブロンザーなんですけど、先ほどフェイスパウダーをのせたブラシと同じブラシで大丈夫です。これで、頬全体に、シェーディングしていきます。今日はこう全体的にふわっていうイメージでのせていきますね。ピンナップというと真っ赤なリップスティックっていうイメージなんですが、今回私はピンク、まあ、ピンクを選びたかったので、チークもピンクを選びました。これはマックのピンクスヌーンっていうマットな、マッピンクのブラシですね。それでもちろんピンナップガールもハイライトパウダーをのせますよ。いつも通りこのチークボーンの部分、一番高いところですね。あと、この唇の上、顎、あと鼻の上にものせていって、キラキラさせます。この後のせるリップカラーは真っピンクなんだけども、リップライナーは真っ赤を選びました。基本リップカラーよりリップライナーっていうのは濃い色もしくは同じ色を選びたいんですね。で、今回選んだその真っピンクのカラーに似合うリップライナーがピンクで持ってなかったので赤を選びました。
これほどはっきりしているカラーなので、いつも通り、コンシーラーでラインをきれいにお掃除していきます。これできれいな輪郭を作っていくんですね。これで完成です。ピンナップといえばソフトカットクリースに長いウィンガーアイライナー、あと真っ赤なリップスティックって感じなんだけど、あ、そうだ、思い出したと思って、ちょっとマリリン・モンロー風のほくろもつけちゃおうと思って、で、リキッドアイライナーでここにほくろを描きました。これマライア・キャリーの、インスパイアメイクアップした時もこういう感じでやってたんだけど、はい、これやる方は気をつけてください。それ触ると消えちゃうからね。はい、こんな感じで、仕上げましたよ。ハロウィンも来週に迫ってきたので、コスチュームをまだ買っていない方、あと何をしていいかわからない方はこれすごいおすすめです。手元にあるお化粧品でできるので、よかったらぜひチャレンジしてみてください。今までのハロウィンメイクアップチュートリアルもチェックよろしくお願いします。ではまた次のビデオで会いましょう。バイバイ。